どうも、デッシーです。お世話になります。予告通り魔法をね、買ってまいりました。ライアのブリザガ。あとね、デジョン。これも買いました。おそらくね、レベル上がればね、使えるようになるので、一応買っときましたね。で、あとが、アシュトですね。デスペル。これをね、買ってきました。魔法をね、すべて解除するものだと思うので、一応ね、ちょっとホーリーと合わせて、まあ、なんか使える時があれば、使えるかなと思ったんで、買いました。で、あと、加えたものが、テッシーですね。ここのね、レベル2がね、ちょっと無駄だったんで、ブラナ、インビチ、バサンダを買いました。プロテストね、ブリンクも買いまして、ブリンクはね、攻撃、これインビジと同じような攻撃かわしやすくなるというものだったんですけれども、このちょっと2つのね、違いがよくわからないですね。ブラナは多分暗闇を直すやつだと思います。もうバサンダは、あれですね、稲妻を、に強くなると前から使っているものですね。まあ一度もね、効果が現れたことはないんですけれどもね。で、あとシグル。シグルも、ヘイストとの他に、ストライ、スロー、ブリザード、買いました。で、このストライというのが武器のなんか威力上がった。ちょっとね、やっぱり実験してみて、実験というか試してみて、武器の威力が増したっていうものになってるんですけれども、これもね、ヘイスト、実際強くなっているのがちょっとわからないですね。で、スローは、敵の動きを鈍くすると。まあ、実際鈍くなっているかは、これもまだわからないと。ホールドは麻痺でしたね。で、シェイラが、敵の姿が浮き出るっていう表示があったんですけれども、これもね、いまいちよくわからないと。まあ、信じられるのはヘイストですね。ヘイストとかですね。まあ、プロテスもアーマー上がったとかね。そういったものでしょうか。やっぱりわかりやすいのが、わかりやすいと。そういう感じですね。あとはね、アイテムで余ったお金はコテージに使いました。武器とかもそう変わってないですね。ちょっとだけ整理したぐらいですね。一応ね、シャープソードとかね、アイスブランドは手に持っておこうかなと。防具もナイトの鎧売っちゃったぐらいで、ここの2つ売ったぐらいですね。はい。では、ミラージュの塔、いよいよ行きますか。3階ぐらいですよね。行ければと。あ、そうだ、ここ泊まれねえんだ。くそ。まあ、そのためにコテージ買ったようなもんですからね。で、やっぱりこれ敵とかがね、変わってるのかなと。ブリザガ早速使います。ブリザガはね、使ってないんですよ。使いましょう。で、その、なんかデザートの亀みたいなやついたじゃないですか。あいつのね、赤いバージョンが出てきて、まあ、ちょっと4体いきなり出てきてビビって逃げたんですけれども、モンスターもね、どうもなんかレベル上がるともしかしたら変わるのかもしれないというね。ちょっとね、そこら辺がいまいちわからない。こいつの赤いバージョン。4体出てきてやべって思って、前回動画終わった後街に帰る手前ですね。飛空艇まで行く間に出てきて、結構もう消費してたんで、死ぬ可能性あったんで、ちょっと逃げましたね。こいつはまだ硬いっすからね、ほら。HP も高いと。で、赤いやつがこいつより強いのか弱いのかも分からなかったんで、ちょっとそれに戦うのは危険かなと思ったんで。おーって上で車がうなってますけどね。うんうんうん、バイクか。よし。ここでコテージですよね。ちょっとで贅沢ですけれどもね。使って、全開ですね。979、よしよし。
ブリザがまあそこそこでしたね。色が緑でかっこよかったんですけど、行きましょう。ここはこうで、で2階にも変なロボットいましたよね。あいつも話しかけて大丈夫なのかな。ウェアタイガー、こいつは普通だったはず。なので魔導士の杖の方がいい、いや魔術の杖でダメージ優先でいこう。あれ、また色が、これもしかして最後に使った魔法になるのかな。今3ブリザガの色でしたよねこれどうなんだろう。 その割にはそんなに強くなかった気がするけど、いやそれだったら相当いいですよね、魔術の杖。どうなんだろうどんどん癒していくよ。ほら、あでも威力はやっぱりそんなに強くないっすよね。まあ基本的にはテッシーとシグルのね攻撃でいきましょう。頼りはこの2人。感じになってきましたね。本当に本当にまとまってきた。最強魔法の方も手に入れましたし、メテオとかフレアがちょっとまだ出てくるのかどうかもわからないですけれども、来てないですね。ちょっと魔法でポイゾナ、もうちょい、何階ぐらいまであるんだろう。王っていうぐらいですからね。いや今さらこいつら出てきても、あ炎も相当防いでますね。あの時20とか食らってましたよね。なんか違ったりするのかな。まあね、そこら辺ね、ちょっと本当に詳しい方いたら、ぜひコメントいただければとは思うんですけれども、レベルがね、上がれば、勝手にその、魔法防御もどっかしらで上がるとか、そういうね、数値には見えないものがあるのかもわかんないですね。攻撃は目に見えて、そのヒット回数が上がるので、わかるじゃないですか。そういうのがちょっと、わからないんでね、防御に関しては単にその数字の幅がでかいだけなのかとか。よーし、いいね。微妙にね、その経験値とかも違ったりするような感じがねするので、これはもう回ってあいつに話しかけて登りましょう。でこいつの先制率がね高いんですよね。攻撃の方が強いっていう。まあでもいけますね。いやグルグ火山とか懐かしいわ。今あのダンジョンどうな、今でも結構厳しいかもしれないですよね。まあ癒しの杖がね手に入ったんで、まあそこそこいけるかなとは思うんですけれども、あのダメージゾーンね懐かしい本当に。ここが一番きついんじゃないでしょうかね。本当に。それに比べたらここはまだまだマシ。特にその石とかメデューサとか出てこないかな。まだメデューサか、そっかメデューサいましたね。メデューサはやばいっすね。
まあ、気をつけるのはあいつの睨みで石になっちゃうっていうことぐらいですかね、今のところはね。あとはキメラか、お金持ってるけどあいつちょっと怖いっすよ。私たちの仲間の一体暴走、西の彼方に飛び去ってしまった、あいつワープキューブ持ってる。そう、ワープキューブここで必要なのかな。ワープキューブが必要で、ティアマットってやつがなんか出てくるのかな、ちょっとわからんすけれども、どうしよう。まあ普通に行くし、魔導士の杖にしようか、こいつらは。まあ、全部ね、もう顔見知りなんで、今のところは。敵は。もうその見かけ倒しまではいかないですけれども、そんなにこいつらも、むちゃくちゃではないんでね。おい。おいと。でもなんかもう下り的に本当に物語も最後の方なんだと思いますよ。これ今ナンバー42ですよね。結構来てるので、だってっていうか火と、ああそうか、次風のカオスが最後ですもんね。で風のカオス倒して、じゃあ本物のボスは誰なんだみたいな話になると思うんですけど、風か、3ソードで大丈夫ですよね。一回アイスブランドでクラーケンやって、3風太陽、大丈夫かな、風と太陽大丈夫か。うわっ、あ、これは確定っぽいっすね。ブルードラゴンかー、なんかちょっとクッてなってていいっすね。か、顔ちっちゃいね、ちっちゃいけど強いんでしょうね。どうしよう、魔術の杖ちょっとやってみるか。いや、ちょっと舐めない方がいいね。ヘイスト一回やっとこう。ちょいガチでいこう、ちょいガチ。インビジ。よし、先にヘイストが入って。わー、まあまあ。おー、665。いい数字が出ましたね。で、ワープキューブ使えっていうことですよ。ワープキューブ使って浮遊場へワープするです。はい、なるほど。ここはじゃあまだダンジョンっていうダンジョンじゃないのかもしれないですね。一応ケアル、あ、使っちゃった、まあいいや。はい、ほう、曲よ。ワープキューブ持ってるね。何この曲、浮遊場か。てるてーって何これ、不思議。あー、敵は普通に出、うわっちゃー、デスナイト絶対やばいやつこいつ。絶対やばいやつでしょこれ。どうしよう、まあでも一応というか癒ししかないですよね。絶対デスしてくるやつじゃん。怖いわー、怖いよ、怖い怖い。もう倒しちゃえば絶対大丈夫だな。うわー、急に怖くなった。デスナイトやばいわ。
浮遊城やべえとこ来たな。まあただこういうここまで来れるようになったとも言えますからね。逆によしよしよし強くなっていって、あーでも3回までなんだね、レベル3まで。とりあえず下はこれは宝箱でしょ。レイズサーベル、レイズサーベルって何？レイズ、これはね多分こっちだと思うんだよね。40に86、なるほど。戦闘中に使うと生き返らせるとか、そういう違う。うおー、こいつこいつこいつザコで出てくるのか、やばい。ちょっとどうしよう。いやでも迷ってる場合じゃないっすね。キルやってくるわこいつマジで。頼むテッシー、テッシー決めちゃえ決めちゃえ、テッシーいけ。まあ癒し癒し、ここで次の一手かかってるよテッシー。よーしよーし、キルやられたら、まあ、最悪アシュトがいればいいですけれども、アシュとやられたんじゃたまったもんじゃないですね、こんなところで。いやデスナイト以上に怖いわ。知ってるやつが来ると逆に怖いパターン。こいつデスナイトは言っても何やってくるかわからないですからね。ビホールダー、あいつはキルやってくるっていうのはもう知ってるから、一撃のね。よーし、オッケー。怖いわー。いやーでもウキウキするね、ゾクゾクっていうかね、このなんか緊張感がねたまらないっていうかね、なかなか。ライヤーも上がっていって、あーちょうどこれで、あ、一回使えるようになったわけか。コテージとか使えないっすよね、もちろん。宝箱がいっぱいあると。180、5000。守りの指は、守りの指はどうなんでしょう。ダイヤ36、67。あ、指輪か。これさ、そしたらこれはアシュトの方がいいっすわ。26、62。26、62。あ、すげえ上がる、指輪でめっちゃ上がる、いいね。6700、うわあちゃー、6720。デスナイト怖いけど頑張る。まあ1体しか出てこないというところがちょっといいのかな、味噌というか。攻撃だけであってくれよデスナイト。ここまでは順調、本当に順調で、一体一体確実に倒す。鼻息ですからね、ナイトは。暗闇にしてくるだけですから。やっぱりね、知ってると知らないとじゃ全然違いますね、なんというか。
怖さもそうですけどね、なんというか新しい例えば分野の勉強とかするときって結構腰が重かったりするじゃないですか。なんかよくわかんないとか。でも実際これ前も言ったかな、ゲームでも何でもそうなんですけれども、実際やってみるとそうでもないことが結構ある。まあ本当にね突き詰めていけば結構奥深くて結構難しいところもあったりするけれども、言ってもなんていうか、なんつうんですかね、言っても序盤の部分はそんなになんていうか簡単な全体像の骨格だけでもつかめばそこまでとっつきにくいけれども、内容自体はそんなに難しくないみたいなね感じなんですよね。でただ大人になってくるとちょっととっつきにくい、めんどくさいっていうのが表面的に勝っちゃって結局やらなくて何も分かんないまま終わっちゃうっていうねことが多々あると思うので、もしねなんかね挑戦とか今考えてる人いたら、最初の部分だけさささっとねやっちゃえばもう次のステップも踏みやすいのかなと思います。本当にね何でも最初だけなんですよね。であとは続けていくことですよね。続けるコツは続けること、継続することだけです。続けているから続くので、一回止まっちゃうともうちょっとまた腰が重くなるっていうね、止まらないことが重要。なんていうかね、今日頑張ることはどうでもよくて、明日未来も頑張ることが大事っていう、結構ねツイートとかでそういうことを言ってたりするんで、ぜひねフォローしていただければと思います。なんつうかね、青臭いことがね好きだったりするので、いつまでもね、まあ言ってみればガキみたいな考え方ですよね。でもなんつうかそこに価値があるんじゃないかなと思ってるんで、その昔の少年のような状態のままで大人になりたいみたいな、うわうわうわ何こいつ大人になりたいみたいなね、子供の時見てたらこれもう腰抜かしてるわ、スピリットナーガ、これもなんか殺し系ブリンク来た、攻撃をかわしやすくなった、お本当だ2回ヒットとかになってる、あれがブリンクですよ。こいつも本当に一撃キル系な感じがしますけれども、ブリンクやってきましたね。どういうこと、どういうことじゃ、攻撃避けやすくしてから仕留めるってやつかな。様子見で殺されるタイプ。よしよしよし、言ってももうレベル25、まあでもレベル25か。おーっつー、なんかある、やばいやばいやばい。まあでも最強状態ですね、ほとんど。ここでお階段か、なるほど、結構広いっすね。浮遊城ってもうちょっとなんか普通のねところかと思ってたんで、普通のとこってあの城、お城とかのフィールドだと思ってたんで、ダンジョンだと思ってなかったんでね。よし、浮遊城、そうですね、まあ、
浮遊城って、まあ、ワープキューブ使ってきたわけですけれども、実際こことその風のクリスタル、これの関係性がよく分かってないかなと、まあ、言われるがままに来てしまったみたいな感じ。どうなんでしょうか。お金とかすごいっすもんね、これ。宝箱あって、もうこれが革の手袋捨てりゃいいのか。捨てゲーですね、本当に。ダイヤのコテはもう確か装備できないんですよね、コテは。仕方ない。いろんな職業をにしてて、今までの宝箱を逃しててもまあまあある程度は揃えられるよっていうことなのかな、もしかして。エアエレメンタル2回言って、結構わかんないの2回言っちゃうんですよね。エレメンタル大丈夫か。おお、エレメンタルっぽいね。攻撃ちょっとかわす。うわ、1回しか入んないわ、こいつ。なかなかやりおるの。2回、何回ヒットって出なかったですもんね、今ね、こいつね。魔法とかで削っていくしかないのかな。HP もそこそこある。まあでもまだ150ちょいしか与えてねえのか。サイレス来た。スピリットナーがそっちのタイプですか。おし、2回来た。でも Y2 使ってるから、ナーガさんちょっと残念キャラになっちゃってますね。うわー、すごい。あ、すごいね、こいつ。でも残念キャラって言いましたけれども、補助がすごい、サポートがすごいわ。うん、本当にそこはすごい。沈黙させて、動き鈍らせてってことですよね。で、自分はしかも避けやすくなってっていう、素晴らしいじゃないですか。うわ、そうだ、暗闇包ませて。やっぱりリボンつけてるからライアとアシュトは大丈夫なんだ。そうだよね、多分。よーしよしよし、いいじゃんいいじゃん、オッケーイっす。で、この宝箱は何ぞやと。あー、また防具か。ダイヤのコテですね。ここに来てミスリル兜か。わかりました。じゃあちょっと続き探索、次の動画でやりたいと思います。動画の移動をよろしくお願いいたします。テッシーでした。失礼いたします。